グルバングル・マリクグル・イエビチ・ベルディム・ハメドフは、トルクメニスタンの政治家。現在は、同国大統領を務めており、被護者並びに、守護者を意味するアルカダグの継承で呼ばれている。1957年6月29日に、ソビエト連邦のトルクメン・ソビエト社会主義共和国の南部アハル州、ババラブに誕生する。1979年に、 トルクメニスタン国立医科大学を卒業し、その後は司会士として活動した。初代大統領であるサパル村とニアゾフ政権下では副首相を務めた。しかし2006年12月21日に在任中のニアゾフ大統領が死去したことに伴い、国家安全保障理事会により大統領代行に就任。2007年2月11日の大統領選挙の結果、 他の候補を大きく引き離す89.23%の得票率を獲得して、同14日に同国の第二代大,大統領へと正式に就任した。またニアゾフ前大統領が務めていたトルクメニスタン民主党議長の座も同時にベルディムハメドフが引き継いだ。翌年の2008年から脱ニアゾフ政策を打ち進め続けている。2012年2月12日の大統領選挙では、 約97%の得票率を獲得して再選を果たす。同年4月にはエネルギー工業大臣のヤルムハメト・オラズグリーエフを、秘測が交通事故を起こす失態を演じたことから父親として行き届いていないとして解任させた。2013年4月28日には乗馬レース中に落馬して病院に搬送されたものの、トルクメニスタン国内ではほぼ報道されなかった。 同年9月11日に訪日し、同13日まで滞在した。安倍晋三総理や明人天皇と会談、会食して、国際協力銀行、経団連などの政財界関係者とも交流した。2016年に憲法を改正し、大統領任期を5年から7年に延長した。なおこの時の憲法改正では、大統領選挙への立候補を70歳までに、 制限していた条項を撤廃しており、これはベルディムハメドフ自身の終身大統領への布石ではないかと見られている。2017年2月12日に9人の立候補により行われた大統領選挙では97.69%の票を獲得して圧勝した。同年10月、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の65歳の誕生日を祝って自国産の犬をプレゼントしている。 2018年4月に同国のオリンピック委員会委員長に再選。2019年5月31日に同国に訪問したロシアのメドベージェフ首相へ2年前のプーチン大統領の時と同じくアラバイ県の子犬を贈呈している。同年10月22日に即位礼正殿のギエさん、列死翌23日には迎賓館赤坂離宮で 安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。2020年2月12日に2017年に引き続き9人の立候補により行われた大統領選挙において90%の得票率で大統領再任が決定した。同年11月13日には国家の誇りの象徴としてアラバイ県の形をした金の像を首都に立てることを 同日に開催された式典で公表している。首都アシガバートのアメリカ合衆国大使館における外交通信によれば、既婚者であり、一人息子と三人の娘が存在する。また、ソ連の政治家であったミャリクグル・ベルディム・ハメドフとは、師女関係にあり、ミャリクグル自身はソ連存在時から実質的な政治指導者として、現地政界に君臨していた人物として知られている。 長男のセルダルは、ベルディムハメドフと同じく政治家で、ベルディムハメドフ政権下で、外務副大臣、産業、建設大臣などを歴任し、2021年より副首相を務め、同年7月の東京オリンピックの開会式に、トルクメニスタン政府代表として出席して、日本の菅義偉首相と会談した。祖父の名は、 ベルディムハメド・アナエフといい、当人は第二次世界大戦において活躍していた軍人で1948年に死没。70年後の2018年にロシアから名誉勲章を授与されている。前任のニアゾフ大統領時代は個人崇拝を伴う強硬な独裁政治が行われており、国民の権利は著しく制限されていたが、 ベルディムハメドフが大統領に就任して、以降は、高齢者向けの年金の復活、閉鎖されていたアシガバート以外の病院再開、娯楽の解禁、インターネットの利用の解禁など、脱、ニアゾフ化政策を進めている。ベルディムハメドフが、脱、ニアゾフ化を進める背景として、ニアゾフによる頻繁な粛清で、国家機構の人材不足が深刻になっていることが、指摘されている。 また、豊富な天然ガスをテコにした資源外交を活発化させている現政権としては、ニアゾフ政権の異常な体制を廃止することで、国際社会での孤立化を回避する狙いもあると見られている。最近は、ニアゾフの著書、ルーフナーマも入手が困難になっており、ルーフナーマ公式ウェブサイトの削除も行われるなど、脱、ニアゾフ会の努力が見られる。 また経済的な理由もあるものの、2019年1月から、ニアゾフ前大統領が、電気、ガス、飲料水については1993年から、食卓使用については2003年から、無償供給としていた制度を止めて優勝化した。優勝化の理由を、ベルディムハーメドフは、政府活動の持続的拡大、資源の合理的利用、社会的補助制度の発展のためと説明している。 しかしながら完全な民主化とはほど遠く、秘密警察による監視は続いており、またかつては、ニアゾフの写真を用いていたアピールをベルディムハメドフのものに取り替えられるなど、新たな個人崇拝は現在も健在である。こうした動きに対し、国内の諸部族のバランスを取るため体制の安定が必要だという見方がある。ヒューマンライツ・ウォッチの調査では、ベルディムハメドフ本人や、 政権関係者によって全体主義が一貫されているとの結果報告があり、彼の親族も彼同様に絶大な権力を与えられているとされる。日本とのつながりをアピールしている。ありがとうございます。